2つのことに対してそのちゃんと関係を作っていきましょうっていう姿勢を見せてないので、ですからもうそういう意味で日本はあまりもう関わらなくてもいいかもしれないと思ってるかもしれない。もうこれは先ほど自由貿易協定の話が出ましたよね。この TPP と比べた場合にもこれ本当に日中間の自由貿易協定ってすごく大事なものだと思うんです。これからの日本の経済発展にとっても。でそれもうまくいかないとすると、日本によるその中国韓国の軽視がそのこれから日本を非常に困った立場に追いやるんじゃないかなっていう、それを思いましたね。大変それ心配です。非常に日本人は心配してるんですが、キムさんはどういうことですか？私もこ のニュースを見てちょっと残念な気持ちでいっぱいなんですけど、はい、やっぱり韓国と中国、日本は必ず関係をよく保たないといけないと思うんですけれども、今日本は中国と韓国とはその関係が悪化しているわけなんですよね。そういうのに関係改善が必ず必要だと、日本は放置してはいけないと思うんですね。ですからそういう韓国と日本にその関係改善のためにもっと考えなければいけないと思いますが、韓国は中国とその日本という共通な歴史問題と領土問題が共通点というのがあるわけなんですよね。そういうことからすると日本側はちょっと理解をしない、そういう中国と韓国の関係も理解しなければいけないんですけれども、それも中国も韓国もそれも同じことなんですね。日本のことをちょっと立場を考えて理解をしなければいけないと。でもさっき VTR で流れたように安城号の記念碑なんですね。その話は日本人が伊藤博文をどういうふうに評価しているのかに対してちょっと韓国人も中国人もちょっと考えてほしいと、そういうことを考えたならば今回のこういうことはちょっとしなかったのではないかなと思うんですね。はい、また歴史認識問題をもっとこう開いちゃう。ですからお互いに学び合ってまたお互いの相手の立場を考えながら関係改善をしていくべきだと思います。パク大統領がですね、日本より先に中国に行ったということで日本人は多くはびっくりしているんですけど、大体パク大統領は就任した頃からもそれを言ってるんですよ。建設的な関係